10日に開かれた立憲民主党の岡田克也幹事長の会見で現在行われている補欠選挙についての質問が相次ぎましたが結果次第での執行部の責任について問われるとお答えする必要がありますかなどと急に復元になる場面がありました、えっと、読売新聞の中山ですあの冒頭あの発言がありました補欠選挙について、まあ、重ねての質問なんですけども、まあ、今回あの長崎の補欠選挙はあの、まあ、まだ告示締め切っていませんが与野党一騎打ちの 解決の構図になる見通しです。この点でその春の補欠選挙はあのなかなかその構図も作れなかった面もありますが、今回この構図で戦う意義、選挙戦の位置づけをあのお聞かせください、えー。もちろん春も大分はあまあ一級地という形だったと思います。まあ、千葉5区は非常に残念なことでした。えー、未だになぜこうなったのかあ、我々は話し合いをする用意があったわけですが。が あ,あ、まあいち早く、特に国民民主党がこうしを擁立されたことは、まあ大変いぶかしく思っております。まあ今回そういうことなかったことは、非常に幸いだったと思っています。えー、地元としては、国民民主党も、しっかりと応援していただいていることを感謝したいと思います。あの、衆議院の解散総選挙もいつあるかわからないと言われる中で。まあ、その前哨戦とも言えるんじゃないかと思いますが、まあ、この点についてはいかがでしょうか。あの、まあ、解散総選挙は、ま近いと。 いうふうにも言われていますし、私もその可能性は高いというふうに思っています。まあ、そういう意味でもこの補選は非常に重要だと考えています。今の県に関連、あ毎日新聞の中村です。今の県に関連してなんですけども、あの今回のその補選が非常に重要であるということは、この結果は今後の統制にどのように影響するとお考えでしょうか。ま結果が出てから、あの今の段階でなかなかごえするのは難しいと思います。 結果次第では執行部の責任につながることもありうると考えでしょうか。まあそういう質問をよく記者の方、言われるんですが、あまあ、私、それもお答えする必要はありますか、現執行部になってから、今回の長崎の選挙でもし、議席を獲得できないということになれば、公認候補が4選全敗ということになりますが、この結果は執行部に対しては責任には,は伴わないということでしょうか。 伴わないとは一言も言っていません。今までも責任があるということは言っています。では、今回の結果に関しても、申し込むには責任があるという。当然です。よろしいですかです、はいで。承知しました。では、ま、もし議席の獲得につながらなかった場合には、どのような対応をされるお考えでしょうか。そういう家庭の議論にお答えしません。ありがとうございます。 与党に対してはことあるごとに責任取ってやめろ、辞任しろと大騒ぎする立憲民主党ですが、自分たちのこととなるとこの態度です。4月の補選では千葉、山口、大分で全敗していて、今回の長崎で負ければ執行部の責任が問われるのは必然でしょう。 2021年の衆院選敗北を受けて枝野体制が退陣し、泉体制となった2022年の参院選で惨敗していることを考えると、次期衆議院選挙も不安要素しかありません。泉代表は次期衆院選で150議席を下回れば辞任することを表明していますが、この目標が最初から実現不可能であることから、このタイミングでの責任など何も考えていないのかもしれません。 最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。